パトリック・イエジェクは、チェコ、プルゼニ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダーで、主にサイドハーフやトップ下などを務める。生まれ故郷のプルゼニをホームタウンとする FC、ビクトリア・プルゼニで、プロデビューを果たす。22歳で、オーストリア・ブンデスリーガの FC チロル・インスブルクへ移籍。2シーズンで公式戦66試合に出場。 11得点を記録し、同リーグでの優勝に貢献する。一時的に、同リーグの FK アウストリアウィーンに移籍するものの、1年後には、再び FC チロルインスブルックに復帰、本人にとって2度目となる、オーストリアブンデスリーガでの優勝を果たした。2002年以降、ドイツのカールスルー SC やチェコの名門 AC、スパルタプラハでプレーするものの、2004年には再び、 オーストリア・ブンデスリーガに復帰。当時同リーグに属していた SV パッシングでプレー。2005年夏に就任し、FC チロルインスブルックでの監督だったクルト・ヤーラに誘われ、同リーグの強豪レッドブルザルツブルクへ移籍。オーストリア・ブンデスリーガでの優勝などに貢献したほか、UEFA チャンピオンズリーグ予選や、UEFA カップ本大会での出場を果たす。 ドイツ語圏での暮らしが長いこともあり、旧東ヨーロッパ出身の選手としては、とても流暢なドイツ語を話す。愛されるキャラクターと優れた、個人技を土台としたプレースタイルで、オーストリアで最も人気のあるサッカー選手の一人、ありがとうございます。